はい、皆さんお久しぶりです。ハリウッドスターを目指す男アレクソです。302名のファミリーの皆さん、本当に皆さんいつもありがとうございます。はい、実はですね、僕は今コロナウイルスの影響もありまして、実は今東京の、アパホテルに実は今滞在しております。で、今後の予定をですね、皆さんとぜひですね共有したいなと思っておりまして、前々もですねお伝えしてた通り、イギリスのロンドンにラテンダンスの武者修行に行きたいと思っております。やっぱりですね、男じゃないですか、男としてやっぱ生きていくからにはやっぱりフェイクじゃなくてリアルなもの、こう本気でやりたいんですよ。こうパパってこう小手先で手に入れたものじゃなくて、なんていうんですかね、こう50年ぐらいやってる老舗の秘伝のタレじゃないですけど、やっぱり長年やって培って時間をかけて本気でのめり込んでパッション込めてやったからこそ身につけれるものに興味があって、ラテンダンスもそれに近いんじゃないかなと思って、本場のイギリスロンドンに飛びたいと、思っております。はい、まあ、コロナウイルスでですね、まあ、いつ飛べるのかちょっとまだ正直未定なところはあるんですけど、もうですね、先のことなんて何も考えてません。もうノープランです。ただ今やりたいこと、人生一回じゃないですか。やっぱり僕は古き良き時代の女性を、もしかしたらイギリスのロンドンにいるんじゃないかなってちょっと思ってまして、まあやらせてくださいよ。人生一回なんですから、男で生まれてきた以上もう挑戦です。はい、もう5年かかってもですね、10年かかってもいいと思ってて、やっぱり本気でのめり込んで、ただ一つ言えることは、ナンバーワンを狙うんじゃなくてやっぱりオンリーワン、やっぱり海外の人、ラテンダンスをやっていく中でやっぱり海外の人の目線とか、こうラテン臭っていうんですかね、色気とか姿勢とかそういったものを吸収して、なんか自分なりのなんか理想の男像ってあるんですけど、それを追求できたらなと、思っております。で、前々もお伝えしたんですけど、今ですね、東京で、まあ、イギリスでの生活費をですね、できるだけ多く稼ごうと思ってて、アルバイトをですね、必死に朝から晩まで、やっております。で、まあ、コロナ次第だと思うんですけども、速攻、フューっても飛んじゃって、あっちで就活をしようかなと思ってます。やっぱり1年、2年じゃなくて、5年、10年とのめり込みたいし、あっちに住みたいなと思ってるんで、やっぱりビザの問題、こう、あっちで何かこう、イギリスで何かされてるお友達がいる方とか、こう、そういったビザに強い方、いらっしゃったらですね、ぜひ力を貸していただきたいなと思います。で、これくれぐれもお金の話じゃなくて、お金は自分で、貯めていきます。なんで、そういったビザサポートというか、そういった、なんかレストランでも何でもいいんですけど、あっちで何か事業やられてる方いらっしゃったら、ぜひ僕を仲間に入れてほしいなと思いますので、次ですね、お会いするときはロンドンになると思いますが、皆さんまた楽しみにしておいてください。以上ですね、ハリウッドスターを目指す男、アレクサがお送りしました。それでは皆さん、失礼します。これめっちゃいい匂いですよ。